誰かに話したくなる英会話、文教大学の提供でお送りします。 Hello everyone, I'm Lena Yamazaki。 ここからは誰かに話したくなる英会話、文教大学あの小一先生と一緒に今日覚えてすぐ誰かに話したくなっちゃう英会話を学んでいきます。あの先生、今週もよろしくお願いします。Hello everyone, 文教大学のあの小一です。リスナーの皆さん、レナさん、今日もよろしくお願いします。お願いします。さて、今日もリスナーさんからメールいただいています、はい、ラジオネームリバウンドマダムさんからです。先日六義園に行ってきました。ツツジがちょうど綺麗な場所で、外国のご夫婦が写真を撮りたがっていたので、 May I help you? なんて大して話せないのに話しかけてしまいました。無事写真も撮れ、逆にあなたも撮ってあげる、カメラ貸してなんて和気あいあいとお話できたのですが、ツツジ見頃ですよねとか、桜は少し散ってきてしまいましたよねなんて話したかったのですが、少しも英語で出てこなくて、こんな時なんて言えばよかったんでしょう、といただいています。でも親切ですよね。そうですね、うん、声かけたっていうことがまず素晴らしいと思いますよね。素晴らしい、はい。でこういった何気ない会話って結構難しいかなと思うんですけど、はい、ではあのツツジが見頃ですねですけど、うん、ツツジってアゼイリアって言うんですよね。アゼイリア、はい。それで目の前に見えていたり話題に上ったりしているので、こういう時は The をつけて、うん、The azaleas are in full bloom、まあ、こんな言い方ができるかなと思います、はい、あの in bloom っていうのは花が咲いてっていうことなので、うん、見頃っていうのは満開っていうことなので、うん、in full bloom、 こんな風に表現できます。でもちょっと難しいかもしれないので、もう少し簡単にして今がベストっていうんであれば、うん、The azaleas are at their best、あるいは文字通り、あの今が見るのにベストな時だよねって言えば、 It is the best time to see the azaleas と言ってもいいかなと思います。はい、はい、アゼリアは、はい、そのまま複数形にしていいんですね。あ、いいですね、うん、はい、the azaleas、 あのうわーってこうあるっていう感じなので、うんうんうん、はい、はい、それから桜の方ですけど、はい、桜が散ってきてしまいましたっていうのも、まあなるべく簡単に考えたいなと思うんですけど、まず桜の花は cherry blossoms ですよね、うん、なので the cherry blossoms、 これを主語にしますけれども、うん、花などが散ることは fall っていう動詞を使うので、うん、桜が今まさに散っているその最中であれば、これ現在進行形で、うん、the cherry blossoms are falling、うん、それから散り始めたのであれば、The cherry blossoms started falling、うん、それからもう散っちゃってるよっていうことであれば、うん、まあ、現在完了形を使って、うん、The cherry blossoms have fallen、まあ、こんな風に使い分けて、まあ、そのどれか当てはまりそうなのを言えばいいかなっていうふうに思います、はい、それからちなみに花は英語で flower ですよね、はい、でも桜の花は cherry blossoms って言いますよね。なんでですか、はい、あの blossom っていうのは木に咲く花のことを指すんですね、うん、はい、なので桜はブロッサムを使うということです。あ、じゃあ桜以外にも何々ブロッサムズってあるんですか。はい、ありますよね、はい、あのとにかく木に咲いていれば、あのフラワーっていうのはもう花全体のことを言う、うんうん、で木に咲いている花であれば、うん、これはブロッサムを使うっていうふうに、まあ、使い分けてもらえればなと。ああ、そうなんだ、なるほど、思います、うん、ちょっと意識してみたいなと思います。チェリーフラワーって言わないなっていうのを気づいていただければと思いますよ ね、 はい、ということでラジオネームリバウンドマダムさん、まあ、桜とツツジの見頃はねまた来年っていうことですけれども、あとはねひまわりとかサンフラワー、別の花のね見頃が夏秋冬とありますので、これから来ますまたね、はい、ぜひそちらの方で観光地で使ってみてください、はい、メッセージありがとうございました。ではここで1曲お送りするのはインディアアリービューティフルフラワー。お送りしたのはインディアアリービューティフルフラワーでした。番組では皆さんからあの先生に教えてほしい英会話のシチュエーションやフレーズなどを募集しています。メールは番組公式ホームページまで、またメールを読まれた方にはクオカードをプレゼントしています。ということで、あの先生、また来週もよろしくお願いします。 See you See you next week